エトラちゃんは見た。俺は黒木、どこにでもいる社会人だ。これは俺が買い物中、あるとんでもない事件に巻き込まれた時の話だ。まず大前提で、俺は一時期誰得な T シャツを集めるのにハマっていた。で、この日もお気に入りの変な T シャツを着て、変な T シャツ探しの旅に出ていた。お、いいじゃん、変な T シャツ着てんな。ありがとうございます。イカツでしょ。違いねえ。そうだ、この辺でこういう T シャツを売ってる店を知りませんか。うん、そう、そういう服があるかは知らねえが、そこの角曲がってまっすぐ行くと寂れた洋服屋ならあるぞ。へえ、ありがとうございます。では行ってきます。そういう少し古い店にお宝があったりするんだよな。というわけで、俺は教えてもらった洋服屋に向かったのだが、なんかお探しっすか。あ、いえ、大丈夫です。個性的だけど、あんまり好みな服はないな。残念、もう出るか。そしてこの時、ちょっとあなた。お、このおばさんに話しかけられた瞬間に戦いのゴングが鳴ったのだった。あなた、万引きしたでしょう。お、万引き。いや、してないですよ。なんでそんなことを。嘘おっしゃい。私はこの目でしっかり見たんだから。あなた店に入った時は黄色い T シャツだったじゃない。それをこの店に置いていたこの赤い T シャツに着替えてそのまま出て行こうとしてたでしょ。なんだこのおばさん、なんでこんなあからさまな嘘をつくんだ。どうしたんすか。あ、ちょうどよかった。あの、この人が俺のことを万引き犯だと言いがかりをつけてきて。言いがかりじゃないわ、真実よ。ともかく、さっきあなたとお話しした時も俺はこの服を着てたんです。覚えてますよね。いや、覚えてないっすね。使えねえなこいつ。なんだい、何の騒ぎだい。あ、ヒーロー店長、それがカクカク近々で。ああ、まあ店長ならこの T シャツがこの店のものじゃないってわかるだろう。こういうテイストのもの置いてないしな。確かにそれはうちの商品ですね。はあ、ちょっと裏で詳しい話を聞かせてもらいましょうか。いや、なんでだよ。そうでしょ、私もこの T シャツが商品として売られていたの見たもの。いやいやいや、本当に俺は何もしてませんって。いいから早くこっち来て。じゃあ君はどうしても自分が無実だと言い張るんだね。はい、まあ事実なので。そんなわけないでしょ、この泥棒。ほんと、何なんだこのおばさん。まあまあ、抑えて抑えて。店長、私は万引き犯を捕まえたんだから、もちろん何かしらサービスしてくれるわよね。え、サービスですか。そうよ、例えば半永久的に5割引きにするとか、どれでも好きなものを好きなだけ持ち帰っていいとか、あれもこれも。はぁ、むちゃくちゃだろこのおばさん。っていうか、もしかしてそのためだけに俺を犯罪者に仕立て上げたのか。それは難しいですが、セール品を100円引きでご提供させていただくのはどうでしょう。ダメよ、最低でも300円ね。勝手に交渉始めんな。まずいな、俺は間違いなく無実だってのに。この店、他にまともな人はいないのか。どうしましょうかね。状況から察するに、このご婦人は割引欲しさに嘘をついているようだ。どうしようかな。だいたい僕はこんなセンスのない T シャツ仕入れてませんし。それに、なんだいこの T シャツ、イカとオスでイカスってやかましいわ。だがしかし、これはまたとないチャンス。この男に万引きの罪をかぶせ、僕は仕入れてない T シャツの代金をこの男からせしめる。となると、隣のババアに過剰なサービスをするのはマイナス。なんとか黙らせつつ、この男から金を巻き上げなくては。あ、そうだ、確か入り口のところに監視カメラがありましたよね。お、それを見れば俺が無実だってわかりますよ。お、そうはさせるか。残念ながらあの監視カメラは壊れていましてね。それにカメラはあの1台だけなんですよ。じゃあ近所の八百屋さんに話を聞いてくれ。ここに来るまでにこの T シャツの話をしたんだ。まったく、いい加減にしてくれたまえ。そんなの八百屋と口裏合わせてる可能性だってあるだろう。な、ともかくその T シャツはうちのもので間違いないんだ。 T シャツ代はしっかり払ってもらうからね。T シャツ代。そう、
確かその T シャツはレア物で3万くらいはしたはずだな。着用してしまったとなっては買い取ってもらうしかないからね。はぁ、3万バカ言うなよ。この T シャツは近所の衣料品店で699円だったやつだぞ。うわぁ、安い、いいね。何倍になっちゃってんだよそれ。いや、っていうかこの店長絶対俺が冤罪だって分かっててありえない額をふっかけてきただろう。見ろよ、なんだよあの極悪人面。3万。仕方ない。じゃあもう最後の手段だ。分かりました。じゃあ警察を呼んでください。警察？いやいや、君が代金を払ってくれればいい話だろ。素直に謝罪して代金さえ払ってもらえば警察は多めに見てあげますから。だからやってないことに謝罪もできませんし、お金も払いません。警察を呼んでください。しつこいわよ。店長がいいって言ってるんだからいいのよ。まずいわ。警察に入念に調べられたら私の嘘がバレちゃうじゃないのよ。こっちはただ適当にイチャモンつけてただで洋服もらおうと思っただけなのに。とにかく絶対に警察だけは呼ばせちゃダメだわ。なんだ。あたんちゃん、警察の人が来ましたよ。はあ、え、どうして？誰も呼んでいないというのになぜ。あ、あれが呼んでおきました。万引きって言ったら殺でしょ。お前こんな時だけ変な気を利かせるな。何怒ってんですか。そして店員の思わぬファインプレーにより警察の事情聴取が始まった。お話を聞くにちょっとおかしな点が多々ありますね。この洋服の仕入れ先も不明確。他の商品はだいたい2000円前後なのに、この T シャツだけ3万円。それに最初に着ていたという T シャツはどこへやら。そう。徳田巡査長、八百屋の店主から間違いなく、この男性がイカとオスの赤 T シャツを着ていたと証言が取れました。そうか。店長、入り口にある防犯カメラも確認させていただきます。いや、あれは壊れてまして。それじゃあ本当に壊れているか確認させてください。はい。そして監視カメラを確認した結果、カメラは一切故障などしておらず、そこにはバッチリ俺が無実であるという証拠が映っていた。うん、間違いないですね。彼は万引きなどしていないようです。あら、そう。やだわ。じゃあ私の見間違いだったのかしら。は？何言ってるんですか。あれだけ人のことを泥棒呼ばわりしておいて、大方お店のサービス目的で大ボラ吹いたんでしょ。もう、なんですって。なんで私がさも悪者みたいな扱いされなきゃならないのよ。元はといえばあんたが紛らわしい行動するから。はいはい、落ち着いて。ん？すみません、ちょっと失礼しますね。え、ちょっと。あら、これ商品の値札ですね。おい、それはうちの商品じゃないか。この泥棒、盗作者に紛れて盗むつもりだったんだな。違うわよ。二人とも、詳しいことは署で聞かせていただきますからご同行願います。いやだ。こうして俺の勝ちは確定となったのだった。もちろん俺は二人に対し名誉毀損と詐欺で被害届を出した。残念ながらあのおばさんは余罪も含めて執行猶予がついただけに終わり、店の方は証拠不十分&未遂ということで大した問題にはならなかった。しかしすっかり店長の悪い噂が広まったため、あの店はすぐ閉店したのだった。ああ、当然だな。そしてそれから数ヶ月、すっかり二人の存在を思い出さなくなった頃、さてコンビニでも寄るか。またしても事件が起こる。いらっしゃいませ。うわ、気まず。まさかあの店長ここでバイト始めてたのか。別のレジでお会計しよう。あ、なんでこのおばさんまでここにいるんだよ。まあいいや、さっさと買って帰ろう。あの、これ。マルトバナナが。あんたのせいで私の人生台無しよ、このバカ男。どうしてくれるのよ。ほら、何してるんだ、アザミくん。やめなさい。ヒイラキさん、ボサッとしてないで。アザミさんを押さえて。はい。大変申し訳ありません、お客様。店員がご無礼を。いえ、大丈夫です。それよりあの人、前科持ちなんで。警察呼ばせていただきます。こうしてあのおばさんは執行猶予中に暴行を働き、きっちり刑罰を受けることになる。
さらに2人の過去を知らないコンビニ店長に T シャツの件を話し、泥棒！そういえば2人が入ってきてからレジの金額が合わなくなったが、まさか。不審に思ってレジに監視カメラを仕掛けたところ、バッチリあの元店長がレジの金をくすねているところが映り、こちらもまた警察へしょっぴかれていったのだった。やっぱりあの2人は絶対反省してないと思った。こうして俺はとんでもない冤罪を吹っかけられたが、幸いにも未遂に終わり、相手方も逮捕された。今後の人生でまたああいうおかしな連中とは出会わないことを切に願う。ほんと変な人っているもんですよね。変な T シャツを集めてるお前も人のこと言えんがな。ひどご視聴いただきありがとうございました。どんな冤罪にも言えることかもしれませんが、疑われても謝罪しないことって大事なんですね。私はもう口癖のようにすみませんと言ってしまうので気をつけないといけません。やってないというのは自分がよくわかってることなんですから、ちゃんと堂々としていないとです。まあそもそも巻き込まれないことが一番ですがね。それにしても黒木さんの T シャツ、途中の半人前 T シャツなら欲しいですね。あれはいいセンスをしています。話は逸れてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。